こんにちは、神田です。J2 リーグ第15節、新潟東京ヴェルディ戦。結果は4対3で、新潟がね、なんとか勝利。本当にね、見ていて、ヒヤヒヤする試合展開だったなと。新潟はね、ここまで補強した選手が活躍して、うまくね、ターンオーバーを使いながら、7戦負けなし、失点もね、リーグ2番目に、少なく、守備もね、安定しているなと、思います。で、今日はね、どれだけ高木選手のところに縦パス差し込むようなね、パスを供給できるか、まあ、その辺がね、ポイントになるんじゃないのかなと。で、今日はね、こうサッカースタイルが似てるチームの対戦になっているので、まあ、早くね、主導権を握った方が、まあ、試合を優位に進めていくのかなと思っていました。で、この試合もね、松田選手が一人でね、ドリブルで運んで仕掛けていたし、高木選手がボールをね、フリーで持つと、松田選手がどんどんね、ディフェンスラインの背後に抜ける動きをしているので、こうね、やっぱり右サイドの攻撃がかなりね、有効的に、仕掛けてね、いけるのかなと。で、両チームともにサイドにね、ドリブラーがいるので、まあ、サイドバックがいかに抑えれるか、どう抑えていくかが、まあ、この試合開始から、ポイントになってくるのかなと。で、東京ヴェルディは梶川選手がね、秋山選手の脇のスペースでボールを受けて引き出すことによって、新井選手をね、フリーにさせようとしていて、まあ、そこからね、新井選手が1対1でこうドリブルで仕掛けられるように、仕掛けれるようにと言ったらいいのかな。そういう形を作ってね、狙って攻撃をね、仕掛けていたなと。で、新井選手がね、新潟の深い位置までね、侵入していったら、ニアサイドで、佐藤選手が潰れて、大外で杉本選手がね、待ち構えているという、まあ、立ち位置をね、取っていたなと。で、この試合も、こう、マイケル選手のね、まあ、ロングフィードが非常にね、効いていたなと。前から来る東京ヴェルディのね、前プレに対して、うまくね、ディフェンスラインと中盤の間を狙って、蹴っていたので、東京ヴェルディのね、選手が、そのボールに対して、なかなかね、こう、うまく、まあ、クリアというか、弾き返せていなかったなと。で、新潟のね、高木選手が、バイタルエリアで、ボールをね、受けると、新潟のチャンスになるし、まあ、高木選手がね、東京ヴェルディの、梶川選手の裏で、ボールをね、引き出す動きをして、ボールを受けて、右サイドバックのね、藤原選手が高い位置を取って、今日はね、中でプレーすることを意識してやっていたのかな。で、そこからやっぱりね、攻撃のチャンスが多くね、作れていたなと。で、今日もね、こう、ビルドアップするときに、島田選手がね、いいポジションを取っているので、東京ヴェルディの選手が、島田選手にね、プレーするに行くと、秋山選手が開く。その場合は、秋山選手にね、パスを出して、繋いでね、前線に、ボールをね、運んでいくということ。まあ、全体のね、バランスを見ながら、島田選手がね、立ち位置を取っていたことが、非常にね、こう、いい攻撃の流れを作るきっかけになっていたなと。で、新潟はね、この試合、こう、積極的にインターセプトをして、まあ、カウンターを狙うっていう意識をやっていたのかな。で、インターセプトね、して、うまくね、カウンターに繋げられなくても、東京ヴェルディのね、選手を1枚、2枚剥がしていくことで、しっかりね、中盤で繋いで、攻撃をね、中から外へというね、展開を、していたなと思います。で、新潟の松田選手は、こういつもより、今日はね、サイドで目いっぱいに張って、空いたスペースにね、こう藤原選手が、まあ、積極的にインナーラップをして攻撃参加していたなと。で、攻守においての、藤原選手がもう前半から躍動していたなと。で、新潟の守備、プレス、プレッシャーがいいので、まあ、いい位置でね、ボールを奪えて、そこからね、すぐに攻撃にね、移せているので、いい流れでね、本当にね、攻撃できつつあったなと。そう思っていたら、前半ね、27分に、
高木選手が、先制ゴールを奪うと。まずはね、もうマイケル選手からの縦のくさびのパスがもう素晴らしかった。で、藤原選手が、インナーラップしてインサイドで入ってきたところをうまく受けて松田選手に出す。松田選手がボールを受けてキックフェイントで相手をかわして、そのね、プレーを見た高木選手がね、うまく中に入ってきて、もうファーストタッチがね、もう完璧、うますぎる。で、そのまま、冷静にね、高木選手がゴールを決めて、もうここまでのね、作りはもう新潟はもう完璧だったなと、神田はね、見ていて思いました。で、先制点をね、奪うまで、先ほども言いましたけども、藤原選手が中に入ってボールをね、引き出すということをずっとしていて、それにね、釣られて東京ヴェルディの選手が藤原選手にね、食いついてきたことで、松田選手がね、いい状態でボールを受けて持てていたなと。で、狙い通りのね、形から新潟がね、先制点をね、奪えたと思います。で、その4分後に、松田選手がね、決めて新潟がね、追加点を奪うという。その前のね、新潟の谷口選手の決定機を、まあ、東京ヴェルディのね、馬場選手がよく防いだんですけども、まあ、クリアーボールに対して新潟の選手がいち早くね、反応して、こう湧いて出てくるって言ったらいいんですかね。東京ヴェルディのゴール前に。で、東京ヴェルディが足が止まっているところを、堀米選手がね、冷静な判断で、フリーになってるね、松田選手に、縦パスを出して、東京ヴェルディのね、選手が急いで松田選手にプレッシャーをかけに行くけども、そこをね、冷静に二人かわして、左隅にゴールを決めるという。3点目は、こう、裏を東京ヴェルディの選手が疲れた形になったのかな？近いところにいる、まあ、松田選手を見て、そこにね、縦パスを入れて、まあ、松田選手がね、うまくターンして、マイケル選手がね、頭で合わせて、3点目を奪うという。東京ヴェルディとしては、裏をね、突かれてしまって、守備のね、対応ができず、マークを外してしまった状態になったのかなと、思います。前半はね、こう、高木選手のゴールから、まあ、新潟に余裕が生まれて、東京ヴェルディが前からね、無理してボールを奪いに来たところを、まあ、藤原選手が東京ヴェルディのボランチの脇のインサイドのね、ポジションを取ることで、数的優位を作って、いい攻撃をして、追加点、3点ね、奪えたなと、思いました。東京ヴェルディは後半でね、一気に4人交代で、始まってね、すぐに左サイドにポジションをね、変えた新井選手がシュートを打ってきて、まあ、ちょっとこう、回転が独特なシュートだったのかな。それが決まってしまって、まあ、早い時間帯でね、1点返されてしまったんですけども、まあ、新井選手がね、左サイドにポジションを変えると、まあ、前半はね、こう、クロスという形までしか行けなかったんですけども、やっぱりね、こう、シュートまで行くようになったので、ちょっとね、嫌な空気が流れていたら、まあ、新井選手のね、ゴールで空気が変わってきて、まあ、東京ヴェルディがね、高い位置でボールを奪えるようになってきて、8分後に、バイロン選手にね、ゴールを決められてしまうという展開に、新井選手がね、仕掛けることによって、あの選手がね、抜け出すことで、マイケル選手がね、ここね、引っ張り出されてしまうんですよね。で、バイロン選手がいいタイミングで中に入ってきて、2点目をね、奪われてしまうという、まあ、後半のね、立ち上がりが緩かったから、新潟が失点するんじゃないのかなと思っていたら、まさかのね、こう、2失点という、と思っていたら、馬場選手のね、素晴らしい運びから、まともやね、バイロン選手の見事なね、ファーストタッチから、同点ゴールを決められて、3対3にね、追いつかれてしまって、うんですよね、本当に。なんとも言えないね、嫌な流れだったんですけども、
まあ、選手交代をしながら、試合を落ち着かせて、まあ、お互いね、チャンスがあった中で、矢村選手がスーパーな勝ち越しゴールを決めて、新潟がね、ここでようやく勝ち越すという、いいところでね、矢村選手がボールを引き出して、東京ヴェルディのね、プレッシャーがちょっと緩くなったところを、矢村選手が思いっきりね、振り抜いたシュートがね、えぐいところに決まったなと、もうあれはね、ゴールキーパー、さすがに取れないなと思います。まあ、このままね、4対3で、試合終了したんですけども、まあ、後半にね、東京ヴェルディが4枚ね、変えてきたことで、まあ、新潟のマークがぼやけてしまって、まあ、早い時間帯で新井選手のゴールが決まって、新潟がね、立ち上がり、バタバタしたなと、思います。まあ、そんな中でも、高選手がね、入って、試合が落ち着いて、で東京ヴェルディが、まあ、後半ね、飛ばした分、試合終了間際にペースダウンしたところ、矢村選手のね、スーパーゴールが、まあ、勝ちにつながった試合だったなと。まあ、何はともあれ、まあ、何はともあれ、もう負けなかったことは良かったですけども、まあ、3点ね、リードしたことで、まあ、緊張感というか、油断がね、ちょっと出た後半の立ち上がりに、まあ、やられた試合だったので、ここはね、まあ、しっかり反省というか、課題になってくるので、まあ、次節ね、1週間空きますので、まあ、そこはね、しっかりね、チームで改善してほしいなと思います。まあ、この辺はね、明日の分析動画の方で、アップしていきたいなと思います。で、横浜 FC がね、負けたので、新潟が、首位ということで、いやー、本当にね、良かった。まあ、ね、ですけど、シーズンね、まだまだ続きますけども、まあ、この調子で、もうね、首位の座を明け渡すことなく、勝ち続けていってほしいなと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、ありがとうございます。それでは、また。